さあ、ってと戻ってきました。今だと。あれなんですね。今里ダイナーが休校みたいな感じで結構石油の液をガンガンすっ飛ばしていくタイプなんですね。ということで今里までやってきました。結構道中もいろいろとあるんですよね。バスやとやっぱいろいろと見えるのがいいですね。ああ、赤かったらここもあるやん。まあちょっと一休みしてから行ってもいい気がするけど、まあ、どうせね、京橋とかまでは出てしまった方がいいですからね。さあ、ということで、ここから今だとね。なんか道中にコリアンタウンとかあるんですね。なんかコリアンタウンって言うと、なんか鶴橋とかそっちのイメージだったけど、こっちの方にもあるんですね。へぇー。知らなかった。よし。さて、で、今こんな感じだな。ストーンと来て、今どこまで来て。で、板垣まで行っとると、ちょっともう4時半なんで、ちょっと当たって大変なんで、どこだっけ、あ、ここか。なんかこの関根線に行くんじゃ、ここまで出たら、こっから、京阪に乗り換えできるみたいなね。こっからはもう京阪に変えて、まあまだね、残りのところ第2とか板垣とかその辺りとか、まあまだあの中丸の方もまだ行ったらいいですし、まだ行けてないとこいっぱいです。なんかこれ、実はこのフリーキップやと、いろいろなんか割引優待とか大阪城とか、動物園の、天王寺の動物園とかでもなんか優待とかあるらしいですけど、その他とかは全然ね、まあ紹介できなかったけど、まあそっちの方に行こうと思ってね、買って取ったら、まあ全然、はなからそのプランで行っとればね、全然楽しめるくらいの時間はあると。ね、全然、ぐらいのとこ、まあうちがね、あんまりにもぐるぐる回ってますからね。うん。まあですから、これでとりあえず、今里から、これ何線、今里筋線。これでとりあえず向かっていきましょうか。よし。今里筋線は、こっち。ちょっと離れとるんや。あ、結構あるんだ。これも折り返していくタイプなんですね。ターミナル。一応この企画だと思うな。まあ今日はそこら辺までです。一応これやっぱね、今日は21番なんで、ちょうど。まあ21番の
結婚もないもん。うん。順調順調。順調。順調と言い聞かせてますよ。どこや？逆に気になる。